エクセルレルムス。
吸収できるやつを捕まえよう。この鹿が片っ端から探してあげる。予想外。こちらにどうぞ。では少々お待ちを。
申し訳ございません。はじめまして、レイン・コノエのサンカと申します。現在レイン様は兵庭を離れておいでですが、出立前にあなた様へ贈り物とある印をご用意されました。本日はそちらを。レイン様曰く、言葉で説明せずともその印が指す場所にあなたが求める答えがあるとのこと。期限は3日、それまでであればレイン様に必ずお会いできます。それとレイン様は、印はただ謎解きをするためのものでなく、証拠や合図となるものだとおっしゃっていました。また事態が急を要したとはいえ、このような曖昧、しかしあなた様の存在と情報はあなた様が思っているよりもはるかに重要なものなのです。レイン様はここにはおりませんゆえ、それにお答えすることはできません。ですがあなた様は、あなた様はレイン様と同じ周波数を持っています。いえ、申し訳ございません。正確に言うと、あなた様の周波数は歪みのないありのままの姿をしている、レイン様と同じです。この世に存在しているあなた様本来の姿です。それはそれぞれ違いがあります。デバイスを貸していただけますか？あなたが腰にかけているひょうたんのことです。これはレイン様からの指示ですので。探索モジュールを最新版へとアップグレードいたしました。これによりスキャン、オブジェクト操作、鍵縄などの機能が使えるようになります。またあなた様の通行権限の認証につきましても、デバイスコードを各石打ちと信号灯に送信しましたので、担当者にデバイスコードを提示、もしくは信号灯を登録していただければ通行できます。要は今週各地を行き来するためのフリーパスのようなものです。はい、変定も含め自由に出入りできます。また失礼ながらお尋ねしますが、宿泊される場所はお決まりですか？もしまだでしたら、レイン様が変定内に手配された部屋をご利用ください。私からの返信はないですね。実験中でしょうか。そちらにいる方は安全課所属の黒石武器の専門家。エヴァ、あらかじめご説明を。これより対象物の回収および約20分間の測定を行います。結果と分析の報告を行う場所は。
また戻ってきた。それにこの月は一体。知りたいこと。この彼女の時間が限られていたため、一部の表面的な情報しか用意することができず、答えの道筋が不明瞭になってしまったか。あるいはこれまでの調査は全て彼女の手のひらの上の出来事であり、簡単に入手できた情報が実は、つまり彼女には真意を知られたくない人がいて、その人物を遠ざけようとしている。昆州の中に敵が潜んでいる。ヤンヤンなら伝えたい情報を伝えたい人に届けるためにはどうする？私なら強調します。本当に伝えたい情報を何度も仕込む。
征服し、全てを圧倒し、燃える炎で全てを覆う。私たちはみんな漁師です。